チャリかっこいいですね。ありがとうございます。これはどういうバイクなんですか？これはなんか80年代の BMX で、うん、いつも家から毎日通勤に使ってて、うん、でもなんか毎日なんだろう、これ乗ってる時だけが一人になれるから、うん、そこでいろいろコレクションのこと考えたり、なるほどね、まあ、そこで考えたものがなんか結構そのまま形になってたり、で僕がテキスタイル会社出身なんですけど、このほんと隣のビルでテキスタイル会社21かな時に文化を卒業してやったので、もうすごいここの場所っていうのはすごいゆかりがあって、あの壁をその大家さんがアーティストなんで彼にやってもらったんですけど、いい感じの借景になってるんですね。グリーンいいですね。グリーンいいですよね。ファセッタズムっていうブランド名も結構そのシンプルですけど、なんかインパクトありますよね。どういう意味合いでつけられたんですか？まあ、なんか造語なんですけど、うん、ファセッタズム自体はなんかまあファセットでフランス語かな、ダイヤモンドの側面みたいな意味とかもあったりはするんですけど、まあ、毎シーズン常に変わっていきたいなっていう考えを持っているので、そういうのでいろんな顔を見せれればなって、そういう意味合いで。そのチェックシャツはいい感じですね。そうですよね。これウールナイロンの生地で、なんかやっぱり綿のネルってヘビーじゃないですか、で薄手で透け感のあるもの欲しくて、でもやっぱ自分も古着とかですぐ解体するんで、普通のビッグシルエットなんですけど丈短くして、身幅広くて丈短いネルを結構作ってて、あ、自分で着てて、それを今回うちのオリジナルで定番のウールナイロンの薄手の生地で、ウールじゃなきゃいけないデザインっていうのもかなりあると思いますので、やっぱりそういう部分では僕らも妥協はしたくないし、常に使っていく素材ではあります、ね、あ、これは、あ、これ息子ですね、あ、お子様、はい、やっぱりおしゃれしてるんですかね。そうじゃないアイテムを探すのが大変ですそれはどなたの趣味なんですか？いや、僕の趣味です、ファッションデザイナーとしてこうやっているけど、やはりそのファッションデザイナーとしての価値観としては、やっぱりこの東京のモードっていうものがやっぱり世界に通用すると思ってますけど、その中でまだまだ東京知られてない部分がすごいあるので、やはりなんか東京イコール秋葉原でとかじゃなくて、やはり川が多くて水の街だし、高層ビルがすごいあるけど、その隙間から出る光は綺麗だったりとか、緑も多いしっていう、坂も多いしっていう、いろんなカルチャーのレイヤーが混ざった街だから、あ、こういう側面の東京があるんだなっていうのを、まあ、海外の方たちに、まあ、見てもらいたいっていうのは今自分がパリに出る一つの理由だったりはするんですけど。